今から人工海水を作ります。必要なものは何ですか？人工海水の素とカルキ抜きとプチメーターとなんか混ぜるものです。はい、では早速作っていきましょう。まずカルキ抜きを入れます。カルキ抜きは2、3粒入れます。次に海水の素を入れます。どれくらい入れるんですか？プチメーターのこの真ん中に来るまでです。量はどれくらい入れるんですか？結構入れます。バケツの水はどれくらいです？結構少ないですね。水槽の中に入れる分少ない。目分量でまずざっと入れるような形ですか？で混ぜます。その後このプチメーターを使います。はい、そしたらがまだまだ薄いです。でよく混ぜた後、だいたい測って、でちょうどプチメーターのこの真ん中あたり、もうちょっとまだ濃度が低いですね。もうちょっと混ぜます。結構この作り方でみんな元気に過ごしているので大丈夫です。だいたい目分量で混ぜていきます。神経質にならなくても大丈夫です。さあどうでしょうか？入れすぎ、こういう時はどうしますか？どうしますか？こういう時は水を足します。少々お待ちください。水を足します。足す量はどれくらいですか？真ん中って何ですか？どれくらい足すかというと、その量ではなくて水の量を聞いているんですけど、まだまだですね。塩分高くなりましたね。本当にこう結構割と入れすぎたようです。いつもこういう感じですか？調節しながら結構目分量で。まだまだ全然ですね、塩濃度高いようです。
少し下がりましたかね。全然ちょっと作りすぎた時はどういうペットボトルで保存しますか。結構入れすぎたようですね。なかなかうまく作れない。こういう風にして調節しながら行っていきます。なかなか結構入れすぎたようで、これバケツより半分ちょっと少ないぐらいの量で作ってますね。だいぶ濃度が下がってきました。でもこのプチメーターがあるだけで海水が作れるので本当に便利なんです。結構下がってきました。どうでしょうか。もうちょっとでしょうかね。これくらいでいいですか。もうちょっと入れるそうです。もうちょっと。なかなか、お、どうですか？もうちょっと。これくらいでいいんじゃないでしょうか。はい。はい。はい、やっと、ようやく海水の、元が作ることができました。おしまい。